問来てます。はい、かなさんです。はい、ありがとう。小学生の頃好きだったことは何ですか？思い出話をお聞きしたいです。好きだったこと、俺は、はい、うわ、小学校だったかな、コマにハマってた。それは、あの、ね、昭和のコマが逆に流行ってた。ね、いや、俺もやってた、それ確かに。俺はでもベタだけど、マジドッジボールばっかやってたよ、本当に。あ、ドッジボールね。みんな球投げすぎて、そう、どんどんしぼんでっちゃったの。でも穴とか開いちゃってたの、でもそれでもそのドッジボール好きすぎてみんなその開いた穴に指突っ込んで投げてた。やばいボーリングみたいな。やばいボーリングだね。ドッジビーはやってるの？俺はドッジビー。俺もドッジビーもやってる。柔らかいフリスビー。あーで、上手い人はこっちじゃなくてこっちで投げる。分かる分かる。めちゃくちゃ速くこっちで投げるんだよね。龍が、龍が俺キックベースだな。わー、じゃないわ、キックベースは。そっちの地方はそうなんだ。キックベースも流行ってる。地方はみんな一緒、関東地方かあったの。キックベースめっちゃ好きだった。キックベース水鉄砲しました。やだー公園で夏だけしか怖い。公園で水鉄砲しました。夏だけじゃないですよね。高学年くらいになってからその公園で遊ぶってことを覚え始めて。ちょっと遅めだね。もうずっとゲームばっかしてたから。そっちか。そうで、そっから公園に行くようになって、公園が一番面白いことに気づいて、もうそこも水鉄砲。水鉄砲水風船とかさ、なんかなかった。ガチでやったやった。蛇口にさ、風船プッてやって、そう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 、パーンってやったりね。あ、おたまじゃくしゅめっちゃ飛んなかった。え、おたまじゃくしゅは落ち着け。あ、そっちの地方は、ネガだけそんな別の地方。そっちの地方は別に同じだから。同じだしね、ほぼ。え、ヤゴはヤゴ。あ、ヤゴ見つけたかった。高めとか見つけたかった、めっちゃ。え、カナサシはスケボー系。あ、そっちなんで。わかる。あのさ、ニコ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 ニ忍者ごっこ。え、忍者ごっこ、あれマイノリティ違うかな。忍者ごっこ、そう、忍者ゴーね。はい、俺何色忍者ね、みたいな。黄色だね、それ。そう、黄色だよ。え、それ何、プシプシは何これ。え、繰り返す、繰り返す。え、本物、あの、折り紙だね。うん、いや、そごっこ遊びみたいな。そう。え、小学校小学校何年生え、マジで。全然3、4年だ。確かあれマイノリティこれは多分良きところ。良きところでした。はい、で良きところで合ってる合ってる、はい、翔さん、どうも美少年です。これおもろいわ、この話永遠でできるね。できるね。まあね、今日盛り上がってますよ。はいはい、はい、今日のね、企画が成功すれば外れること間違いなしの動画になると思います。はい、まあこれは全員協力系ですね。はあ、じゃあ二人の中も修復してもらわないと。そうですね、水入ってるから。え、水入ってる。うん、いやいや、大丈夫ですよ。入ってる、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 入ってる。どうしたらいいの。いやいや、入ってます、入ってます。大丈夫ですか。まあね、改めまして、成功すればバズること間違いなしの企画です。バズってくれ。カップブローイングチャレンジ。なんだそれ。何それ。こちらを皆さん、カップブローインググーチャレンジ知ってますか？知らないよ。知らない。ちょっとどんじゃげなんです。カップブロー。ちょっとわかんない。カップ何？カップブロー。ブロー。グーチャレンジ。乾かすブロー。ブローだからやっぱ風か。風。ウィング。人間取りコンテストみたいにカップをとりあえずもう飛ばすみたいな。とにかく飛ばす。だからこれ良きところだと思う。良きところだね。説明の多い。正しいかもしれない。カップブロー。ウィングチャレンジっていうのは、2つのコップを重ねて、内側のコップを回し、コップとコップの隙間に息を吹きかけて、内側のコップを飛ばす遊びのことを言うそうです。やってたか、小学生の頃これ。やってた。あ、じゃあウッキーは結構なんとなくわかる。なんとなくわかる。ちょっとやり方今覚えてるからあれだけど、まあ、この説明はちょっとわかりづらいと思うんで、実際に動画を見て、どういうものなのか。プロ？はい、プロの動画です。おー、おー、簡単そうじゃん。簡単じゃん。簡単じゃん、こんな。なるほど。もう簡単そうじゃん。皆さんどうですか、これできそう。え、なんか余裕そう。あ、もう余裕。そんな難しくはない。そんな別に。実際見るのとやるのは違うかもしれないんで、はい、実際コップが本当に飛ぶのかやってみますか。はい、やってみましょう。みんなで。
めっちゃ簡単じゃん。何これ簡単じゃない？ここ、いや、回す必要ない。このまま回さなくていい、風で。はい、間に、いや飛びはしますね。どうですか、見た目以上にやってみて。可能性は、可能性は各自で、ね、コツとかもあると思うので練習次回します。はい、はい、強いんだ。何がいけない、こっちに行ってるから。もうちょい弱く、入らないよ、なかなか。だから龍がもうちょい手前がね、そう、奥になってちょっとコップを前にずらす感じで、こっち側にやると多分そこが、あ、そう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 、はいはいはい、わーちゃー、これでオレンジジュースとか飲みたいな。あ、これぐらいか。あ、惜しい惜しい。いけるいけるいける、入った、入った。やば、お前やばくない大将、お前。うわぁぁ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 、もう俺練習やっていいや。はい、もう俺は、あ、俺も余裕、もう余裕、終わり終わり終わり、じゃあどうすればいいのか、ちょっと全然できないんだけど。なんかね、意外と下に吹き込んだ方がいい。下に吹くぞ、まっすぐこう勝負。ほんとだ、回転してる間にちゃんと飛ばすってことが大事で、そういい、回転してる方が軸が安定する。きた、いけるいける、やっちゃうじゃん、もう。お、ほら、あ、惜しい。一回やってみる、一回やってみよう、一回ね、やってみよう。じゃあ僕からいくよ。はい、みんなあんま見ない、ちょっと面白いから。見るだろう、よく考えたこと何してんのこれが、待って、考えたこと何の意味があるのか分かんない、このブッてやってこれが入ってる。いや、まあ、だってすごいけどさ、やめて、やめて、ごめんね、ごめん、行くよ、ごめん、行くよ。テニスをしたらそうじゃん、サーブするに。早く、行きますよ、前置き投げ。じゃあ僕行ってみますね。はい、確かに通してみようか。通してみよう。行くよ。おい。おお。おい。走る。いや、正解じゃない。いや、正解。わあ。すごい。惜しかった。まさか来ると思ってない。めっちゃ惜しかったね今の。あ、ここが当たる。全然当たってないで。ダメだ。いけそう。惜しい、惜しい。おい、いいよ、いいよ、来た来た来た、いいよ、いけいけ、頑張れ。1回目の作業ギャグ、1回目なんかさ、緊張しちゃう。毎回毎回やっちゃうのね。気入っちゃう、気入っちゃう。足りないね、肺活量が足りてない。
やめてその、チンアナゴみたいな動きやめて。ゆりやんで。ちょっと、やめてない、ちょっと。ちょっときつめだ。ちょっとずつ顔出すね。ちょっとずつね。最後、顔出すの浮きもしない。浮きもしない。なんか、どう？来た、来た、来た。持ち方とか。震えすぎ。絶対ダメ。いけないかっこつけんなってこんなんで絶対ダメだ。下上整えドアッシュドアッシュ何今のまだまだ大丈夫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 ちょっとやろう大丈夫だったらいいよいいよ確認ね君ね君ねそこねあーちょっとダメだやばいなこれどうすんのやっぱ成功率高い人は後ろの方がいいやべあっおお1 2 3。やべー今すごいよかったよかったよ無理だ難しいまっすぐ行くぞ2 3 3。やばい、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 横からの画角を掘る、それ舐めてる、下からこうやってえぐってんだよ、これ下からこう、おお、からの、軸、おい、マスが向こう行く。行きます行きます。入った入った入った。一行きました。二、三、四。笑っちゃう笑っちゃう。いけるよしいけるよ集中します。続いて集中する。頑張る集中する。オッケーいける。簡単そうじゃない？簡単じゃん。簡単じゃん、こんな。じゃあこれだってさ、よく考えたこと何してんの？成功すればバズること間違いなしの企画です。バズってくれ。よいしょ、やばい。きっとな。いや難しいね。皆さん、はい、今ちょっとやったんですけどなかなかね、はい、難しくできないんで、うん、時間制限ちょっと設けて、はい、6人でいけたらと思います。そうしよう。ラスト皆さん、はい、1分で終わりになります。はい、あ、マジ怖い。じゃあ、よーいスタート。焦りすごよし、これ焦っちゃダメだよ。焦っちゃダメだよ。一番あーやばいやばい。いやいやコンパあるよ。一番焦ってる人やばい。あなたら焦ってる。続いて続いて。いけるいけるいける。種類一緒だから大丈夫。ほらみたいな。ファンのファンの20秒。やめてやめて。しんどい。あーあちょっと横。ちょっと20秒も。いやいや言わなくていいです。言わなくていい。あもう無理。あ、大丈夫みんな。
さん。いや違う。頑張れ。せーの。